みんな久しぶり。ドドッチさん、こんにちは。こんばんは。指切りボーイハロー2さんを、2を送りました。なんだろうね、指切りボーイハローは。みっちさん、こんばんは、ありがとう。久しぶり、みんな。指切りボーイさん、指元、吉本ライバー発掘キャンペーンを送りました。なんだろうか、ありがとうございます。よくわかりませんが、トモローさん、こんばんは。ニッタコさん、こんばんは、ありがとう、見てくれて。今日は初めてだから全くわからないんだけど、なんか何が名前で何が何なんだろうね。ちょっとよくわかりませんが、まあ頑張っていきたいと思います。はい、ヨーチビさん、こんばんは。あ、ちょび、あ、なんだろう、ちょっと違う人だった、やばいな。いいねだって、ありがとう。どうだってさ、髪が短くなったね。そう、髪切って、ちょっと今日さ、なんかちょっと髪の調子がそれこそなんかいつもよりひどくてさ、なんか跳ねて跳ねてしょうがないんだわ。跳ねてアバカンツやつだな。 H のりたんさん、こんばんは。のりたんさん、こんばんは、ありがとう。なっかいさん、こんばんは。いや、どうもどうも、ありがとうございます。いいね、いいね、みんないいねだって。いいねってこれ打つやつなんかな。生うさんが分かってなくても楽しくおしゃべりできればよし。そうだよな、いいやんな、なんでもいいの。あ、ありがとう。なんだ今のは。なんか飛び出てきた。あ、なっかいさんがさっぱりしてて可愛いよ。だってさっぱりしなくても可愛いが、長い時も可愛いで。ありがとう。切れちゃったかな。あ、来た。うん、ごろ、何があったかわからん。やばい。大丈夫そう。はい、あ、戻りました。あ、すいませんでしたね。これ大丈夫かな。大丈夫じゃない。あ、17ライブを始めたばかりのオカピーが来たよ、ありがとう。さ、昨日さ、ママと一緒に話した時に17ライブって言っちゃった自分。ようちびさん、ヒールネオとチビリジビリ箱推しのもね。あらー、それかね。ヒールさんいいが、私の音楽のアプリにはヒールさんいっぱい入ってるから。内丸さん、こんばんは。こんばんは、久しぶり。シガーさん、こんばんは、久しぶり。トモローさんがいいね、ありがとう。内丸さんもいいねしてくれちゃう。なんかスマホ出てきたんだけど、何今の。もう一回見れんの。あ、もう見れんのだ。あらららららら、あらららららら、ら、あ、ジンヤさんだ。あ、初見です。あ、こんばんは。私も初見なんだわ、これ一応。ありがとう。あ、みっつんさんがミッションベイビーを送りました、ありがとうね。なんだろうね、
こんばんは、無事合格おめでとう、ありがとう、圭介さん。そう、私無事大学合格しましたイエーイ、拍手。岡山県民の皆さん、よろしくお願いします。どっかで会うかもさんね。中井さんがなんか時々固まるけど変顔で固まらんことを祈っておく。いやだ、ずっと目開けちゃくね。あの中井さん、いいね、いいね、いいね。ジュンさん、久しぶりだな、久しぶりだな、お久しぶりぶりざいもんだな。あ、私ジュビリージュビリー、あ、なんか知らない方もおられるかもしれないので、と私ジュビリージュビリーっていうアイドルグループに所属してるランっていうものですユキリーボーイさんが電波悪いのかな、だって。いや、なんか私が消しちゃったんかな、よくわかんねえ。ロックで、そうよ。あー、ダメだ。これスクリーン、こことここじゃなくて、ここ押したら電源切れるから、うん、あー、分かった、うん、じゃあここか。そう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 それそれそれ、やばいやばい。なんかさ、みんなが送ってくれたやつをさ、全部残していこうと思ってさ、スクリーンショット押そうと思ったら、これちょっとなんか事務所の人の携帯だで、よくわからんけん、なんか変なボタン押しとった、そこでなんか切れちゃった、ごめんね。よじまさん繋がってるで、今もう見えちゃうかな。ちょっとね、モキモキ、よちびさんモキモキよ。ちょびもさん、俺のラーママはよ。俺のラーママはね、今寝ちゃうわ、知らんけど。みつさんがツンツンだって、ツンツンありがとう。生尾さんが A の17歳ということで、あ、もう18歳になったよ。大きくなりました。ほら、すごい跳ねてない、今日毛先が。巻いたはずなんだけどさ、今日髪の調子が悪いっす。こでポチ JJ さん、こんばんは、こんばんは、どうもどうも。なんか久しぶりすぎて、なんか誰が誰だかちょっとよくわからない人もおられるな。ゆきりきり、指きりボーイさん、初見です、初見です。私も初見なんですよ、今日初めて配信だから。な、何がなんだかさっぱり、これ近いんだった、そういえば。あ、おめでとう、おめでとうございます、合格おめでとうって言っちゃう。大学合格って18歳、うん、18歳だわ。そうそう、18歳18歳なんだよ。かゆい、よっちゃんって呼んでよ、いつも通り。あ、よっちゃんか、あー、しょぼい、名前が変わっちゃっとわからんわ。あ、なんか送ってきてくれてありがとう。あ、スクショのタイミングを逃した。ちょびもんさん、しれっと頭よくて驚いたぞ。まあ、あ、スクショスクショ、よしよし、あ、スクショスクショ、よしいや、まあしれっと頭いいんだよね。なんかよく言われる、ママもさ、よくさ、いろんな人にさ、ランちゃんってそんなに頭良かったっけって言われるんだってそうなんですよ、なんでだろうね。なんか、まあいろんな人に言われるんだと思う。あ、イゴッチさん、ルーキー王だって。ルーキー王って何？え、ルーキー王ってなんだ。だ、ありがとう、パチパチだって、ありがとね。いいね、いいね。いや、無理やろ、瞬き禁止、瞬き禁止。あ、どこどこ、瞬きしてしまうわ。オガピーが初見です、だらなこと言わない。うましかてか的にめっちゃ好きだよな。今日のゴンちゃん、いいね。てつちゃん、初見、初見、自分今日初見、初見ってことで。ほたてボカンテイさん、こんばんは、あ、こんばんは。電源さん、やらかしとるの、わら。あ、いや、電源、うん、そう、ボタンちょっと間違えちゃった、これ。時宗さんが、なんちゃん、こんばんは、岡山暮らしやすいよって。
ちょっと都会に行きます。なんかさ、リアルに押し間違えとるかな。なんかボタンがいろんなもん3個ぐらいあるに、左にどれ押すかわからんくてさ、なんか間違ったやつやった、そこですいませんね。 H のりたんさん、やっちょうね、やっちょうわ、やったわもう。あーかわいい、よし、うん、なんか7、8、9、10、これは、あ、消えた。受験終わって何しとうだ、何しとうだね。あ、今社交行っちょうわ、社交、社交に行って、聞いてほしい、社交に行って、この間なんか S 字とクランクをやって、こうやってブーンってやっちゃったら溝に落ちてさ、なんか1個2個3個ぐらいのさ、なんかこうグニョグニョしてるとこうさ、1回で走らんといけんくて、で全部落ちてさ、その3個ぐらいの U を、 U 端っこ1回で落ちて、また次こっち行ったら落ちたみたいな。でもさ、隣のさ男の人がおられるんだけどさ、その人に怒られてさ、なんか目線がそこじゃないみたいな、すいませんって言って、で次なんかブレーキ踏むのが早いみたいな、なんかスピードが出るけんさ、怒られてさ、またすいませんって言って、うーうーと思って、もう涙目になりながらこの間運転しちゃった、うーうーと思って。そうなんです、ケイスキさんがきっとママの手作りお弁当が恋しくなるのかと。いや今んとこまだ、もうしけしけ弁当は別に今は遠慮しとるとこだわ。怒っちゃうわママが。そんなこと言わせんで私に、怒っちゃうけん。車の運転中に変なボタン押さんようにな。あ、この間なんか、あれだわ。あれだ、サイドブレーキをなんかやらんけん怒られた。自動車学校楽しんでるかな？全く楽しんでないよ。なんか友達は楽しいって言っちゃうけどな、お家は全く楽しくないんだわ。全然楽しくないよ。自動車教習所は順調順調じゃん。あ、でも結構学科は頑張っちゃう。ゆのき、ゆびきりボーイさんが、赤ちゃんが出雲弁なんとか言ってたけど、それが出雲弁ね。そう、多分それが出雲弁。で、うちのね、家はね、みんな弁がすごくて、弁がすごいっていうのが正しいか知らんけど。みんなのとこは何弁？何弁？博多弁？大阪弁なんてあるっけ？東京弁はないが？何弁だ？おいでやす、京都弁？わからんね。ちょびもさんがすっかり騙されてた。すみません、すみません。しけしけ。ケイスキさん、今の試験まで家庭教師してあげてわら。いやさ、そんな覚えてないわよ。いや家庭教師って多分海ちゃんの方が案外頭いい可能性もあるけど、ね、中井さんがほんままさかの大学合格にビビりました。お、中井さんって岡山だよな。どっかで会ったら知らんふりしそう。なんかみんなが送ってくれちょう、ありがとう。なんか知らん人もらえるって言っちゃったけん、一応ここでまた自己紹介しときます。あの3位のジュビリージュビリーっていうアイドルグループに所属してるランっていうものでございます。これこの間アルバムが出たやつ、3人グループジュビリージュビリーです。ほらアルバム、アルバム。オガピーがこんばんは、シソンジュンです。こんばんは、シソンランです。一緒に遊ぼう、めっちゃ送っちゃう。あ、さっきの猫ちゃんかな。17ルーキーが間違えた、これ13って読まんといけないやつか。左のやつ読んじゃった。貨物列車学校、貨物列車もう一回やりたいよな、みんなで。共感な、ちょびもんさん、あ、共感な、あ、隣の人。隣の男の人って共感でしょっていろんな人言われてるじゃん。多分共感、共感って言うんだね。共感なんて言ったことないんだけど。怖い人だもん、隣の人。怖いけん。怖い。なんか面白いと面白い人らしいけどさ、いや、人によっては。でも、私当たったやつまだ怖い人しかない。車苦労しそうだな。苦労しそうだよ。今日友達のお母さんにさ、ランコはセンスがないんだわって言われた。お母さんに、友達の。そうだがって言って認めちゃった。もう
ジュンヤさんがそうか怒られてばっかしか。そうだね、もうジュンヤさんから怒っちょいて、あのおじさんに。ケイスケさんが社交の実技は優等生ではなかったか。ダメダメ、まだまだダメ、あのダメダメだよ。中井さんが便がすごい、やめなさい便がすごい。はい、便がすごい、そうだね、ごめん、なんか全然そんな頭なかった、今言われて気づいた、本当に全然何も気づかずに言っちゃった。オカピーが岡山に転勤願いを申請しました。あら、まあ本当に嘘だから、嘘でしょ、嘘でしょ、マジ本当に。ナッカイさんがどっかで見てたらこっそり尾行します、恥ずかしい。尾行してなんかパンケーキ茶がおごってのじたんが東京に王権、出雲弁が懐かしいわ。東京に王権、お、出雲弁じゃん。東京は方言とかなさそうだよね、東京弁なんてもないもんね、多分。トダチさんがジビリジビリベストアルバムアソート絶賛発売中です。お、私今宣伝したね、ついでに、ありがとう。トダチさんこれだよ、今何の曲が流れちゃう、これは。ジビリジビリファンの皆さん、これは何の曲でしょうか。なんだっけ、あ、わかった、遅い遅い、ヒロさんがそげそげ、わしも怒られとったぞ、だって怒られるが、わしへんに。なんかさんが若い長官大体面白いから、そうそうそう、若い人面白いって言っちゃった、偉そうなんだよね、そう偉そう、なんでも分かっちゃうですよみたいな、ちょっと俺にこの運転のやつ貸してみたいに言われて、あ、どうぞどうぞと思いながら。アカビーがランチの頭のについてるのは銀杏、違うよこれ、これカチューシャのビーズじゃなくてパールっつやつ、今日頭のさ前髪がノリみたいになってんだよね、ノリ、ちゃんと乾かしてきたんだけど、なんかノリみたいでさ、ノリじゃん、ノリじゃんと思って。免許取ったら岡山で Uber Eats できいね、うん、 Uber Eats 頼むの夢夢。中井さんが今度は岡山弁混ざってハイブリッドになるかな、あ、ハイブリッド、ハイブリッド岡山、ん、どういうことちょっとバカだけん、どうだってたか、フォロマイって一応すごい早っ、私より早かったのかな、すごいな、自分もさんが海様に受験頑張ってとお伝えください、わかりました。でもこの間私ちゃんともう頑張ってって言うとき、自分もさんより早めに、ジュンさんが曲名忘れとるんか、わら、いやね、わかるよ、わかるけど、ね、ちょっと頭の中で考えてからじゃないとダメ、ダメなに、オセロ歌いたいけど、そしたら初めの一歩が歌えなくなるから、これは行くと迷うけど、初めの一歩、初めの一歩、初めの一歩、あ、フィールさんか、ドギドキちゃん、もうダメ、ドキちゃん、じゃあで毎日お課題をコメント中継してます、あ、そうなんだ、へえ、どっかだかもしれない、ゆきりボーイさんが指切りだった、本物の真珠、そんなわけないじゃん、そんなわけないじゃんまあそういうことにしとこ、なんだその勝者発言、勝者だで、もうやっちょいだけ、ウッキーさんがスキピだって、スキピー、ちょっと恥ずかしい、ここでアマから歌っちゃう、あ、まあ、から恥ずかしいけどやめて、恥ずかしいけど、え、みんな何ご飯食べた今日私はハンバーガー食べてきた、しかも超美味しいやつ、しかもちょっと高いやつ、ちょっと高いやつ、ハンバーガーにしては高いやつ食べてきた、昨日はしゃぶしゃぶだったし、いいでしょう、いいでしょう、あと夜は今から白バラのコーヒー牛乳を飲んでから寝ます、大好きだからね、ちょっとここでまたあのあれあれあれ止まってんのかな、へー、あの
ここでじゃあ自己紹介します。3位のジュビリージュビリーっていうアイドルグループに所属しているランっていうものです。よろしくお願いします。これがアルバムです。この間発売しました。こちら私たちの曲です。これは何だろう。これは僕の地図だなっていう曲だわ。ちょっと次にしよう。あ、どんかぜにしよう。まだ食ってませんだって。うるさいうるさいうるさい。すいません、まだ食ってないって。遅いね。私いつも5時過ぎに食べるんだと思う。ジュニアさんが高いやつ、ビッグマック。ビッグマックって何？ビッグマックじゃないの多分。ビッグマックじゃない、マックで買ってない。まずマックじゃない、ちょっと高いところで高いところで。イゴッチさんが水餃子、水餃子、水餃子、水で薄めた餃子。何？八丸さんが白バラうまいよな。うまいよな。一日はいつもね、ストック3、4、2、2、2、3本ぐらいしてあるよ。お風呂上がりは絶対白バラだけ。育てたらいいもん食ってな。まあね。ちょっと、たまにはいいもん。世界をあげるをゲット。私のこと？しじまるから、ミリアタオカに、世界をあげる。何？世界をあげるって。私のこと？ちょみもさんが美味しいよね。自分も冷蔵庫に常備してる。やばいが、友達なんか、あの、白バラの消しゴム持ってた。先生はね、コーヒー牛乳の方のね、テープ持ってた。あの、普通のテープじゃなくて。のりったほうが、相変わらずめんこいな。めんこいってなんだ？めんこいってなんだ？いつもの自己紹介は？あ、なるほど。なるほど。はい。あ、違う。はい、じゃあ分からん。あ、皆さん、こんにちは。ランです。うめかです。あいかです。ジュビリージュビリーです。よろしくお願いします。ってこと？僕のチーズ。チーズいらん。もう、尾形にあげるわ、チーズ。チーズがあるのはダメ。チーズポッポッ。ゆつまるさん、ご飯早いな。お腹すくもん。お腹すくもん。しかもちょっと遅いと太るけん怒られるもん。なんかさんが水餃子、水餃子、みんななんか水餃子、水餃子、みんな水餃子いっちゃうじゃん。水餃子が何？水餃子と読む。水で薄めた餃子、水餃子。私なんて言った？私何餃子って言った？私は何餃子って言ったかい？何だ？気にすることでもないよね。水餃子が読めなくても実は頭いいだんちゃん。そうだね。水餃子って言った？水餃子って言ったって。ママが怒った顔で水餃子。そんな怖い顔さんのいいやん。私のいとこがね、ちっちゃい子なんだけどさ、赤ちゃん、赤ちゃんでもないけどさ、なんか写真見てママのことお化けってちょっと、これ誰って言って、これ私の、私がさ写った写真を見せて、これ誰って言ったら、ランちゃんって言って、次ママさ、これ誰って言ったら、お化け怖いって言って、かわいそうに、よしこよしこって言って、かわいそうだったよ。ゆうなさんが清涼飲水量、清涼飲料水、餃子水。何それ。あと水餃子って言ったっけ。あ、正解が水餃子ってこと。てつさんがファイトファイト、ありがとう。中井さん、ランチの得意教科って理系？得意教科ね、一応英語だね。一応。なんかそんなに勉強せんでも、英語はね、一応点取れる。ちょびもんさん、一人三役、わら。そうそうそう、愛花です。じゃない、ランです。愛花です。愛花です。練習するときはそんなの。幼稚園さんが水餃子って言ってた。すいません。水餃子なんだよね。
まあママが食べさせてくれんけんこんなことってことだよね。ママのせいだ。トヨチさん、水もめヘビ級チャンピオンランジことランです。あ、いいわ、私自分で言っちゃった。あと、あと顎の下くれがチャームポイントだよ。めっちゃ言われる、マジでママに。マージャン、お姉ちゃんに。あ、違う、お友達に。ごめんなさい。友達がさ、友達さ、リアちゃんって言うんだけどさ、私のこと。リアちゃん、顎がしゃくれすぎ。もう、とんがっとるよ、痛いって言われる。あと、おでこが広くてさ、ハゲって言われる。すいません。トキちゃんが、ランちゃんのために岡山町、きれいにしておくよ。いいことだがーん。なんか、私にもいいし、なんか、県民の皆さんにもいい。なんかさ、覚えてないんかい、ほら。覚えてない。ハゲてるよ、ほら、ノリが。前髪ノリが。前髪のノリが。ウキさんがお化け、お化けって言ってる。かわいそうに。いとこがかわいそう。うん。尾形がランチが水餃子って言ったら、水餃子正しい。そうだが、さすがだね、尾形。みんなそういうとこだよ。トラジさんのお母様がいらっしゃるのですね。鬼。そう、これが鬼だけ。お化け。鬼。お母さん鬼だけ。ちょっと人の前では優しい顔しちゃうけど、家に帰ったら鬼だね。なんかかわいいかわいい一歩送ってくれちゃうよ。ありがとう、トラジさん。中井さんがエールを送っちゃう。エールってなんだろう。これは何？これは何？あ、なんかやばいやばいやばい。これは？これは？お、お、すごい。ニコリ。スキピ。スキピって宇宙だわ。スキピってどこに出るの？あ、なんだろう。なんかよくわからんもん、人。やばいやばい。ケイスキさんが、では得意の英語で自己紹介をお願いします。I'm ランラン。クローブ。松江。中1でも言えるぞ、こんな。やばいやばい。幼稚日さんが。すぐ幼稚日って。いやさ、ちょっとさ、幼稚日って書いてあるんだもん。酔っちゃうよ、もう。すいませんね。ちょっとお茶。期間に入りそう。よかったんか。ランチの得意教科は英語と出雲弁。あ、なるほどね。出雲弁。確かに。でも私なんか知らん言葉が結構あるけんさ、おじいちゃんにいつも教えてもらっちゃう。英語得意なんか喋って喋って。喋って。そうすると話せんな。英語。ダメだ。あ、スキピ。私遅れちゃうかも。スキヤピ。ジュニアさんがスキヤピだって。あ、スキビになってる。スキピだ。ジュニアさんがママ寝てないじゃねえかよ。うん、寝てないわ。寝てないっす、これ。起きちゃうわ。ケイスケさんが片言すぎる。すみませんね。片言？あ、アイムニシコ、あ、ラン。ラン。ケイスキさんがエールを送りました。ジアンさんがエールを送りました。ありがとね、みんな。今日のゴンちゃんがエールを送りました。ありがとう。あ、じゃあここで切りがいいので自己紹介をしたいと思います。イエーイ。もうちょっとトーン上げていこう。3位のアイドルグループに、じゃない、3位のアイドルグループジュビリージュビリーっていうグループに所属しているランです。よろしくお願いします。はーい。トキちゃんがランちゃんそれくらいの髪の長さも似合っていて素敵だよ、だって。素敵だよ、だって。素敵、ありがとう。でもママにはね、不評ポチ JJ がいいね。すごい怖い顔でこっち見てるわ。すぐ出てくる鬼が、お化けが。そのことユモじゃない、みんな。
靴投げようとしてたおばさん、おばさんじゃないママごめん、おばさんじゃないってば。いや、涙が出てきた。ジュニオさんが今何を見た、わら、何を見ちゃったんだろう、ママのことかな。あ、いや、わからん。あ、ありがとう。あ、スクショできた。よし、トラチさんが可愛いを送りました。ピキピー、ヨッチビさん、ヨッちゃんね、ラッキー袋送りました。1000コインを山分け。何？ラッキー袋って何だだ？このレベル10って何？次のレベルまであと、なんだこれ、これはカウントダウンが終了したらラッキー袋ゲットできない。なんかおっしゃった、やばい、何これ、おしいな。トラチさんが可愛い送りました。かわいいだって。まさかグループ名ヨーチビさんが今すぐゲット、こう押してやつ押すよ、ね、ゲット。お、すごい、15コインもゲットした、ありがとう。え、ありがとう。え、お、なんか押しちゃった。お、グループ名じゃ、違う、なんかさ、ジュビリージュビリーって言ってもちょっとわからんかなと思って、だけどスペルでも出そうかなと思って、なんかさ、よく言われる、なんか友達とかジュエリージュエリーって言われる時にさ、書いてあった方がわかりやすいじゃん。ポッ、ジュリキリさんが、ボーイさんが、頭がくてお嬢様なんですね。お嬢様じゃないんですよね、それがまた。ナッカイさんがおばさん、ほら。静かにしといて、また来るから、ほら来たの。なんかそのせいだわ。ジュニオさんがママと仲いいわね、よく言われる、でも嫌だ、まあいいけどね、仲良くしてあげてるって感じ。みつさんが15ありがとうございます。かわいい顔、セキビー話してくれわ。15ありがとうございます、ペコリ。15ありがとうございます。ラッキー袋ママが踊っちゃうよ、時を止まれって言って、静かにしなさい。いいな、いいな。あ、よっちゃんがあえてジビリーって名前にしてみた、ありがとう。お、さあちゃんがおる、かわいい。お、お、スキピー、なんだスキピー、1000以上から集め決められる、15時以内の名前決められる、何のことだろう。毎日食べ、何これ、投票テーマ、これ何、これ、これはこれ、なんか押して剣もしちゃった、そこで中井さんが俺のせいわら、俺のせいだわ、俺のせい。ジュニさんがなるほど、気遣いしょる、気遣いしょる、ママ愛してるよ、ママなんか愛さんでいいわ。成田がクレーチェに会いたいわ。もうちょっとさ、あの表示長くしといてくれるとね、せっかくみっつんが送ってくれたのに縮小できなかったわ。これもう一回表示とかできないの、なんかできらなさそうだわ。あららららららら、どうもどうも。かわいいね。あ、来た来た来た、はい、うーし、できたできた、うまいわ。 ありがとう、なんかみんな送ってくれてる、ちゃんとスクショできたけん。相変わらず愛の毒舌、どっちが毒舌、私、あ、かわいい、やっぱもう一回、あ、できちゃうわ、あ、ちゃんとできちゃうわ、写真の保存、よしよしよし、今ちょっと事故がだったない？大丈夫そうだった？
クショ。あ、スクショ。あ、じゃあまたここで自己紹介してと思います。ちょっとおら初めての方もおられるかもさんけんね。の3位のジュビリージュビリーってアイドルグループに所属してるランっていうものです。これがジュビリージュビリー、ほらほらこれです。な、生おっさんがランチの歌を期待していいのかな。お歌、お歌、お歌は苦手なんだわ。もうお歌は恥ずかしくて、音痴だけん歌えらん。愛香ちゃんはねもううますぎるけん、あれは、あ、もうすごい、ダメ。ジュンさんが ランちゃんは自己がでも かわいいよ。あ、ありがとう、嬉しいよ。絶対不細工だったよね、さっき。なんかすごい受講家だった。うん、もう一回やるね。何を、もう一回、何を、もう一回やるね。やろう、何を。ゆうきりボーイさん、あいかちゃんめちゃくちゃ歌うまいね。そうだが、すごいね、私には到底全く無理なんですよ。次は何の曲でしょうか。あ、ムービングオンだ、最新のムービングオン。あ、待って、やばい、よし、お、これ長いわ。ときちゃんがアルバムを繰り返し聴いているようだって。ありがとう。ママもね、ああいときながら車の中ではいつも聴いちょうけん CD 流して。ママは一家に一本が一番好きなんだって。 JD になっても今日はトラッチさん何もなった。ママがファンキーマージック踊中頑張って。あ、最近家でこうやってファンキーマージって二人でね、こうやって踊ってね、鏡越しの前で、鏡で前でこうやってファンキーマージってね、やってね、踊り方教えてあげちゃった。で、ママも覚えたよ、ちゃんと。でもママはいつでもジュビリ入れるの。ふんJD なって目標は、うーん、JD なって目標、バイトしてお金貯めて。あ、ようちゃんがなんか袋くれた。50コインもありがとう。目標は、目標ってなんだ？あ、目標か。目標は、とりあえず勉強頑張る。置いていかれんもんね。いいね。みつん、中国ありがとうございます。なんか、よっちゃんがエール送りました。ありがとう。君さんが可愛いよって言いました。ありがとうね。どんどんどん、プライムユーザークローズポイントさんが来たよ。ありがとう、いらっしゃいませ。なのかな、わからない。ミラーモードは運命だったよ。なんかなんちゃんママも素敵やよ、シュガーさん。あ、そうなの、よくわからないよ。中井さんがエール送りました。ありがとう。いびきりボーイさん、ありがとうございます。ウキもありがとう。クロスズコインポント、黒読み方は何でしょうか。クルドスクポント、クロズスクポントさん、こんばんは。こんばんは、ありがとう。あの、ランって言います。ジュビリージュビリーっていうアイドルグループのランです。なんだ、アルバム発売したよ。ちょっとジュンさん見ていてね、頑張る。今日初配信だから、うん、初配信だね。ちょっとだけね、よくわからんけん教えて。
幼稚園さん、よっちゃんだろこれ。モキモキュモキモキュ、何がモキモキュ。中井さんが、じゃあ大人ジビリできるな、もう誰も待ってないわ、ママ。あ、なんかさっきの読み方わからんかったが、エール送りましたって。ありがとう。ヒント、最後の4文字。フォント。フォント？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 フォント。フォン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 さん？フォンさん？ジュニアさんがエール送りました。ありがとう。みつんがかわいいよ、100も送ってくれちょう。みったこさんがかわいいよ、送りました。みったこさんありがとう。ポンシギさんがいいの、あ、ポンちゃんが久しぶりだがね。キリンさんがエールシチューっていうのがフルエールで1配信の上限だよ。あ、そうなんだ、教えてくれてありがとう。あらららら、1配信の上限だって。私が配信ってこと。クローズスクポントさん、惜しい、わら。ポントポント、えポント、え、あっちゃう、ポント、待って待って、わからんわからん、ポンポンポン、ポンポンポント、ダメだね、恋の前習い。仲いいなぁ。ウィーン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 。ロラチさんがエールを送りました。ありがとうね。いいね。いいね。いいね。コタローが。アリサが。私に関係ないのこれ。何のことだろう。あ、なんか送ってくれた。あ、あ、ふ、声が可愛いやつがスクショできなかったな。最後はそのままピッて。あ、コッピーか。あー、わかった。おー、ありがとう。おー、久しぶりじゃんか。なんかたまにタグ付けしてツイートしてくれちゃうよね。ねえ、ありがとう。いや、待って、かわいい。ハロー。よし。あ、かわいい。スクショが撮れました。今、頑張って、スクショしようときだけ。ポチ、ポチ、ジェイ、ジェイ。あ、シュガーさんがエール送ってくれちゃう。ありがとう。ゴルさん、いいね。ゴルさん？ゴルさんってゴルさんのこと？大阪のゴルさんがランチョン、ランチョンマットだって。トダッチさんがミラになった。ミラって何？ミラって何？鏡？ランチョン。いや、ゴルちゃんだよだって。あ、ゴルちゃんじゃん。ウイちゃんはなくて残念だね。エメちゃん、今、私と、イチャコラするのが好きなんだって。姫カビ、姫かカビさん、ミヨンさん、いいねだって。ありがとう。姫かカビさん、どなただろう。私、じゃあここでもう一回、あれだね。あ、3位のアイドルグループ、頑張って。かわいいけん、スクショ。3位のアイドルグループの、ジビリジビリっていうとこに所属してるランっていうものです。よろしくおくんなまし。やっとわかったか。やっとわかったよ。もうなんか一人ピンクだね。なんでピンク。あ、ウッキーが猫ぴょんぴょん送りました。さっきの可愛いやつかな。反転した、戻った。モキモキュモキモキュモキモキュって何。モキモキュって、なんかさっきの方もなんかモキモキュって言っちゃったよ。あ、やばいやばい。モキモキってなんだろう。ポチが、ポチが、ポチ犬みたいじゃん。ポチさんがエール送りました。ありがとうみんな。
コンティさん、ん、どこまで行ったんだろう。あ、終わっちゃった。そうだ、こういうのもやんなら終わったけ終わるわ、そりゃ。今ちょっと再生タイム、あ、オセロでも引く、オセロにしゅる、俺のオセロにしゅる、しゅるしゅるしよう。 BGM 止まった。今オセロにしたとこだわよ。みんなオセロは安定。よっちゃん、ヒメカカビはうちのサバカ。そうなんだ、ヒメカカビって言うの。あっちょ、あ、わかったわかった。モキモキ、なんでモキモキ。みんな才能アイドルジビリジビリでございます。初見の方フォローお願いします。そういうんだ、勉強になります。よっちゃんが前慣れって題名のに好きなんやけど。本当に、待って、スクショしといたわ。あー、かわいい、スクショしといたわあの恋の前習いってやつ、恋の前習い、あ、これ、あ、これこれ、恋の前習い、あのヒゲダンさんのちょっと変わったバージョン、わからんけど、あっちおかしなけど、育ちさんがオセロ好きだって。いいが、オセロいいが、お茶ヒゲダンカバー、こういうのもあるなら名曲よね。カバーっていうもんだわ、いうもんなんだって。生尾さんが教えてくれたわ、こういうのもあるならね。あのプリテンダーがさ、ママとお兄ちゃんとよく聞いちゃう。え、かわいいんだけど。あ、もうちょっとこれ表示長くしてほしいよね。うんうん、おこおこ、ほら、もう一瞬で言えちゃうんだもん。え、でもちょっととろっとしたらすぐ冷えるな。でも決まった。あー、ゆっちゃんが姫、さくら、花キラ、ミオ、ね、もう帰れなくてこれできたんよ。なるほどね。なんかみんなすごい、それぞれ人の名前なんだ。いいね。なんかさ、カラオケでウソを歌ったが難しいな。それなんで動画で上げらんだかい。動画で上げなさい、私が判定してあげる何点か。ニッタゴさんがブラボーを送りました。ブラボーだって。え、どれなんだろう、ブラボー。ちゃんとね、少ししたるけん、結構いいやつ。こういうのもならヒゲダンサーのカバーです。公認です。そうなんですよ。らしいですわ。トキちゃんがヒゲダンサーめっちゃ好き。いいが、この間学校のなんか集まりのやつでも、ヒゲダンのやつが流れちゃってさ、うわ、すんごいと思って。ポンティさんが、ポンティが、あ、仕事帰り遅くなりました。遅くなったけど、ランちゃん元気そうで何より。元気だよ。この間社交でいじめられたけども。あ、お仕事お疲れ。みんなもお仕事お疲れだな。お疲れ様。最近冬休みに入ってね、起きるのが遅くなって。もうなんか、11時とか10時半とかに起きてさ。うん、10時半とかに起きて。で、寝るのが11時だけんさ、でも12時間近く寝ちゃうにやった最近。だから気持ち悪くなっちゃう、起きて。あー気持ち悪いって思って。白目できるよ。白目。あ、ことはできる。ん？できちゃう？白目。え、白目ってどうやってるんだっけ？あ、かわいい。花とかってキラだから、びっくりしてないよな。さくらとうちが姫はうちが姫って呼んでるだけやし、さっちゃんお姫様だが、さっちゃんお姫様だ、公認のお姫様。動画撮られたけど嫌だよ、何恥ずかしがっちゃうかい
ミッキーボカン2エール送りました。ミッキーボカン2ミッキーボカン2ボカンテンさんボカンテンさん違っとったごめんなさい。フユさんのスマホにスクショ貯めてるの。そうだよな、マオさん。フユさんのスマホにスクショ貯めてる。逆にスクショしか貯めてない。よっちゃんが子供まで頑張って名前覚える。頑張って。なんな今メモっちょきな。かわいい。とっとい。よし。とっといとって。とっといなんて言われたの初めてだわ。私、あの、3位のアイドルグループのジュビリージュビリーっていうところに所属してるランっていうものです。よろしくお願いします。アココロン、アコロンが来たよ。ライバーがアコロンポキしました。え、なんかポケットしちゃった。ポケットなんかごめんなさいね、なんか押しちゃったみたい。なんか消えなくなっちゃった。大丈夫そう。のりたんがランチの映画に癒されるわだって。まあそうだね、恥ずかしいわこっちは。ありがとうありがとう。恥ずかしいんです、そのこと言われると嬉しいけどね。ウッキーさんがウッキーでいいんだよな。もう自由投稿かええなだって。そうだに、自由投稿のんびり家でダラ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 ずっと横になってお菓子食べてボリ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 。中井さんが岡山での一人暮らしが心配です。わら、まあまあまあ大丈夫でしょう、安心せい、余裕のよっちゃんだで。戸田さんが事故が、わら、どこで事故がだった、恥ずかしい。アコロンさんがこんばんはだって。こんばんは。あ、私なんか押しちゃったよな、ごめんね、ごめんなさい、本当にごめんなさい。あ、なんかやばいかもさ、これ押したら。あ、なんか、いや、大丈夫かな。大丈夫かもさ。あ、ほら、ライバーがアコロンポケしましたみたいな、ほら、めっちゃ出とるじゃん。なんかいっぱいポケットしてる。なんかごめんなさいね、なんかいろいろやっちゃってるわ。おまみちゃん元気、おまみちゃん元気だよ。おまみちゃん可愛くてしょうがないわ。おまみちゃん2歳になってね、可愛いよ。ときちゃんが僕がいるから安心してください、安心してください。ふーちゃんがスクショした。何スクショした、事故が。あ、可愛い、待って、よし、花火が上がったわ。花火が、みんな今年花火見れた、見れんかった。私ね、なんか家に寄ったらね、パンパンって言うけんね、外で、ですごい格好で私外にね走って出てね、ちょっと遠くでなんか花火が打ち上がっとった、そこでね花火が上がっとったけど、それ見ちゃった。ポンティさんがポケはもうちょっと慣れてから返せるようになるといいね。そうなんだ、ありがとう。ポケはちょっと返しすぎたね、あれは。あ、猫たんがこんばんはだって。こんばんは、久しぶり。おお、元気しとった。戸田ちさんが白目のとこだよ。あ、白目、あ、スクショした。おスクショした、うん、あげちょいていいよ、上手に白目ができちょったらちょっとあげて。あ、かわいい。猫ちゃんがこの白い消しゴムみたいな子はなんだろうね、白い消しゴムみたいな子がおるわ。なんか動くんくなったわ、動いたわ。わかったんが、まみちゃんは岡山に行くの、岡山に行くよ、まみちゃん。猫たんがツンツンだって、ツンツン。トドちゃんが花火見てないだって。あら、いけんだったね、花火ね。見たよ、見た、いいでしょう。猫たんが猫ぴょんぴょん送りました、ありがとう。パンティさんがエル送りましたって、ありがとうね。みんなごめん、今日は初配信なんだよね。あ、自己紹介、あ、待って、なんかグレート来た。あ、
少し遅かった。これ早いけん、いけ。あのサインの、お、なんかついたんだけど、え、なんかついたんだけど、え、なにこれ、やば、なんかついたよ、これなんだ、だあ、なんか消えたんだけど、あ、ずるたし、なんかひみこみたいなやつって、キンキン、よしよしよし、ねこだんが元気です、元気にしよった、もう超元気、もう元気すぎて大変なぐらい元気。お、今日のゴンちゃんさんがエール送りました、ありがとう。おかたもエール送ってくれちょうわ、ウキもエール送ってくれちょう、ありがとうね。戸崎さんがウサギの帽子、ウサギ帽子、なんかなんか猫と押しちゃった。ウキ、お、トシティトシティこんばんは、トシティこんばんは、トシさんこんばんは、あっちょかな、トシさん、え、違っとった、ごめんなさい。なにこれ、さっき自己紹介したっけ、そういう結局してないっけ、まあ、いや、しよう。あと、サインのアイドルグループジュビリーっていうアイドルグループに所属してるランっていうものです。よろしくお願いします。これこの間アルバム出したやつ、アソートってやつ、これ今流れちゃうやつもだよ、アソートに入ってるやつだね。ちょっとじゃあ飛ばそう、何の曲かちょっといろいろ聞こう、一家に一本だわ。あ、なんか今、なんか今あったのに、スクショするのはできなかった。トダチさんが新生活の準備してる、うるさいママ踊っちゃうわ。皆さん盛り上がる準備でき、ま、できてますかっていうさ、こうやってさ、ポーズやっちゃったよ、しっかりこのタイミングで。進撃ベイビー来たー、かわいい。見てないけん、もういいよ、踊らんで、もういいけん、あっちちゅうて、へぇママ、この間まで全然踊れんかったの、あの人なんか、こんなこと言ってた、ファンキーマージーラララーみたいな、なんかこんな、なんか変なこと言ってたの、とにかく下手くそ、つってアコロンさんがアルバム買いも、うるさいアコロンさんがアルバム買いましたよ、だって、ありがとう、そうキュートだって。あ、スクショできなかった、ママ踊れる曲が、ママ踊れる曲がさっき踊ってた。このクレッシーのランちゃんメインです、まあ一応ね、そうなんだよね、ランちゃんメインなんだよね。うん、ランチ可愛いです、生尾さん、あい、ありがとう、いや嬉しいね、そう言ってもらえると。キウスケさんがママに厳しい、そうでもないよ、でもなんか私のさ携帯の中にさ、ママがさコピーにさチューとかする写真とかあるよ、で友達にねそれ見せたらね、仲いいかって言われて、あ、可愛い、よし、スクショしといた、ありがとう、スイスイダックだって。あ、ポンティさんが送っちょうわ、送ってくれちょうわ、送ってくださっちょうわありがとうね、スイスイダック、どんどん、よっちゃんがエール送ってくれちょう、ちょっと腰が痛くなってきた、誰か腰踏んでくれ、腰が痛くって最近、あ、出てて、あ、ちょちょちょ、腰が痛い。中井さんが早くライブに行きたいの、だって。そうやな。いつになったらいけだでね。もう一年みんなに会ってないよね。みんな変わった？なんか変化ありました？あった？中井さんがマッサージしてあげたやつを本当にしてほしい。あ、いたたた。マママッサージしてって言ってもやってくれんねん。うちょ、あそこ
映してあげたいわ。わからんくなっちゃう。わからんくなってはーんってやつ。あ、ママ拍手してる。これここのね、ここのねダンスがママめっちゃ好きだに、ね、頑張っちゃうよ。あ、猫ちゃんがなんか、あ、私これ読めばいいのかな。山陰、鳥取と島根を拠点に活動しているアイドルユニットジビリージビリーのランです。よかったらエールシェアフォローお願いします。お願いします。ありがとう、猫ちゃんを打ってくれて、打ってくれたのかな。生尾さんが東京から夜名古屋に飛行機1日1本になってるので行きづらくなったわ。あ、そう、へえ、そんな知らんわ。そうなんだ、飛行機1日1本。あらまー、中井さんが痩せたよ1キロ笑。まあいいね、こいつとらちょっと太った内緒ね。友達さんが年を取りました、泣き。おばさんも年取ったわね。コンティさん1年やな、忘れられてないか心配。忘れてないよ、大丈夫、任せろり。アコロンが絵を送りました、ありがとう。ウキさんが絵を送りました、ありがとう。シュガーさんが絵を送りました。あ、エールってそういうことか、エールって言ったね。アコロンさんがグレートを送りました。え、グレートって何、なんか違うじゃんいつもと。オカピーが、オカタンがハゲが進行しました。オアゼット、オアゼットって何、ハゲが進行した。こっちもハゲが進行してしまって、ここ今日なんかノリの前髪になってしまったわ。ここノリの前髪ご覧すませ。なんかさ、すごいね、こないださ友達とさ一緒に遊んだ時にさ、このさおでこが広いじゃんか自分、ほら多分めっちゃ広い、とにかくおでこが。それでお友達にハゲって言われて、友達が私にハゲって言ってさ、おばさんちょっと前髪上げてみてよって友達が言うけんさ、上げたらさ、あ、え、可愛くなったんだけど、ありがとう、可愛い。それで上げたらさ、うわハゲ取るわみたいに言われて悲しくなったよ。トラちゃんのアイカちゃんに会えてるけど、ウミちゃんランちゃんに会えてないかな、だって。あ、そっかそっか、アイカちゃん、そっかそっか、そうだわ。あ、それだね、そうだ。ナモさんがランちゃんには一生会えてない、1年会えてない。ごめんすまんの、すまん。今日のゴンちゃんがエールを送りました、ありがとう。猫たんが右下右から2つ目のお菓子のボタンを5分に1回押すとエイドを送れます。へえ、そうなんだ、まあありがとね、どうもどうも。このクモさんにさ、あの流れてくるか、何、岩田直樹さんって誰だろう、なんか出てくるな。でもおばたんがエイド送ってくれちゃう、トシティさんもエイド送ってくれちゃう、トダチさんエイド送ります、ありがとうございます。あ、松浦さん、初見です。こちらも初見なんだわ、今日。今日初配信だで。全く。なんかさっきが、最初の方さ、電源ちょっと間違えて切っちゃったりしてさ、めちゃくちゃみんなに、迷惑かけてた、最初。今はそんなことないよ。あ、トシティさんが、それで、あっちょ、トシさんですよ。あっちょ、トシさん、あっちょ、あちょが、よかった。ネコタンがエール送りました。ありがとう。あげる。お、ゲット。今日私のこと？ありがとう。何なのかよくわかんないけど。モンチーさんが、早く生で声くれ聞きたいし、来ちゃしたい。あ、声くれ？あ、これ声くれだわ。今流れたやつ。今流れてるコックだ、クック、シャ、あ、シャッターが送ってしまった、
ケイちゃんね、してほしいね。コールも聞きたいわ。もうさっきから松浦さんがアダン、エイニョバさんが映っとうがね。おう、私のこと。うわね、ありがとうありがとう。エール送りました、ありがとう。コメントベイビー送りました。ライブ視聴中めっちゃ送ってくれちゃった、ありがとう。ランちゃんこういう歌って、俺もだってなんか歌苦手なんだよね。で歌自信がないんだわね。でカラオケ行ってもさ、家族の前でさ全く歌わんかった。昔、今はねちょっと歌えるようになったけど、昔本当にもうずっとみんなのさ歌聞いちょっただけだね。そんな自分さ今こうやって出れちゃうのすごいよね。家族の前でもなんか恥ずかしくてさ、カラオケもう本当に恥ずかしくて、家族の前でもずっとみんなの声で聞いてた、ずっと。猫ちゃんがぜひここで鼻歌をどうぞ。ランちゃんの歌いいです。なんかみんな褒めてくれてんじゃん。ランちゃんの歌声好きなんだから。だってそんなこと、まあとだってさ、もうランちゃんの歌かわいい。だってあ、ここ私は頑張って、もうこの録音もめっちゃ恥ずかしい、もういつもいつも、いや恥ずかしい恥ずかしい。家族とのカラオケでも歌わん娘がすごいな、すごいだら、なんかさすごいだら、すごいに恥ずかしくて。だけど最初お姉ちゃんとかにさ、ママとさ3人とかで行くときにさ、なんかこいつ連れて行く意味なくないみたいなお姉ちゃんに言われて、うーっと思いながら、でもついていってみんなの歌聞きたいけどさ、ついていっちゃったよ。コルテさんがランちゃんの歌声好きだよ。俺は君が好き、大好き、本当にかく止まらない、だって恋をするのに理由なんてない、君が好き大好き、心ときめいちゃった日から加速してゆく恋は恋は全然。はい、頑張ったうわ緊張したよ、恥ずかしい、手汗がすごい今、そしてすごい汗かいてきた、熱っ、すんごい緊張したんだけど、緊張した。お、みんななんか、なんかみんな俺も私もって言ってる。私もが可愛いな。俺もハゲた。ジュニアさんハゲたってびっくりするじゃん。なんかさんがめっちゃ可愛いよって。あ、ジュニアさん嘘だって。嘘か。いや、まあその方がいいんだと思う。多分ね、知らんけど。小松さんが可愛い。よきよきだって。よかった、ちょっと頑張って歌ってよかった。ちょっとお茶のマントやってられんわ。おう、ふう、コンピーさんは放課後のキャンディランちゃんバージョン持ってる俺は勝ち組。あ、そうなの。あ、そうなのあったね、ランちゃんバージョンとか放課後のキャンディ。あ、大変だったやつ撮るの。かわいいだってシュガーさんが、いやーかわいいとか言って、あ、スクショが送れました。かわいい、ありがとう。ポンテさんがハハハハハ、あ、よし、スクショを撮った。あ、スクショ、よし、あ、スクショ送れた、送れてない、あ、ブラボー、スクショ、よし、ありがとう、みんな送ってくれて、スクショいっぱい撮ってるから今。ジュニアさんが餃子、どっちが正解だっけ、水餃子が正解だな。猫たんがただいまの BGM 恋はクレッシェンド、あ、そうそう、恋はクレッシェンドって曲、
そう、私何でもちょっと言うの忘れてるとこだからね。君の声の会いたい、聞きたいな。またそんなこと言って、会いたいはどこかいな。ちょっと調子乗ってきた。君の声、あ、3曲目じゃない？これちょっと何曲目今？6、3、2。これでいいだねか？あ、私、3位のアイドルグループに所属し、3位のジビリージビリーっていうアイドルグループに所属してるランです。よろしくお願いします。もう知らない人がもおるかもさんけんね。3位じゃなくて、なんか忙が探しとるし、探し調子、探し調子。3人組、愛花ちゃんと梅ちゃんと私、あ、梅花ちゃん、これ愛花ちゃん、ランさん、なっかりさんが、もうランチかわいいなだってかわいいってそんなこと言って照れるじゃん、ほら、かっこよくなってきた。のびたんがランチ推しだって市長だって、今ぬいぐるみがあったら抱きたかった。いや、ありがとう、ほんとに。ちょっと可愛くしちょこ。今日前髪がのりみたいなってのさっきからずっと言ってるけど、もうそれが気になってしょうがない、のりが。ありがとう。あ、会いたいすぎてないよね。待って、会いたいすぎた、ついてない、分からんわ。ちょっと静かにしとかなきゃ。あ、クルさんが初見ですだって。ありがとう、初見さん、どうもどうも、私も初見です。今日初配信、君の声のじゃん、今でもじゃんけんで決めてるのか。決めちょらんよ、決めちょらん。ニッタコさんが可愛いを送りました。あ、フルさんがこのライブ配信をシェアしましたって、ありがとう。シェアって、お、エールとか、お、送りました。アコロン、ありがとう。アコロンさん、フルさんが猫ぴょんぴょん送りました。うちが一緒に遊ぼう送りました。ありがとうね、みんな。ニコタムエール送ってくださいって。ジンワさんが会いたい待機、会いたい待機、会いたい待機、これです。さあ、早口言葉いけない。会いたい、会い、会いた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 い。いや、意外にいけるわ。ポッティーさんが震える。恥ずかしいけど。17ライブを始めたばかりのコマハウスさんが来たよ。ポケポケしちゃった。ポケ、いいんだっけ、わからんな。シュガーさんがランちゃんかわいいだ。ありがとう。もいい。教えてもらった、今ポケしてもいいんだって。クマハウスさんがこんばんはだって。こんばんは。あ、え？え？こんばんは。クマハウスさんこんばんは。ジュビリージュビリーっていうアイドルグループに所属してる。なんていうものです。ちょっと今日初配信だけん優しく。あ、会いたい、来た、会いたいだよ、会いたい。恥ずかしい、恥ずかしい。顔が真っ赤になった、恥ずかしい、めちゃくちゃ恥ずかしい、めっちゃ顔が赤くなっちゃう。やばいやばいやばい、あ、めっちゃめっちゃ恥ずかしい今、やばい、暑い。あ、今君の声っていう曲を聴いてたんだよね。それでなんか会いたいよ私が歌うみたいな話になっちゃって、
ほらみんながほらキャーとか恥ずかしいわ。恥ずかしいんかい。恥ずかしいよ。めっちゃ恥ずかしいよ。歌苦手なに。あ、かわいい。待って。スクショ。よし。めっちゃ恥ずかしい。歌苦手だけんさ。めっちゃ会いたいじゃなくて、じゃないじゃないじゃない。めっちゃ恥ずかしいんだって。めっちゃ会いたいって言った。恥ずかしい。ねえだ。ちょっと今情緒不安定。恥ずかしい。キャワイイだっていただきました。こんばんは。あ、恥ずかしい。あ、ダンちゃんじゃない？こんばんは。こんばんは、ダンちゃん。おお、久しぶり。ありがとう、来てくれて。猫たんが顔赤いよ。会いたい、いただきました。めっちゃ恥ずかしかった。本当に恥ずかしかった。マジで恥ずかしかった。本当に恥ずかしい。待って。待ってさ、もう。でも、もう、フィーさんめっちゃ笑ってる、マジさっきから、本当に。本当に恥ずかしいわ。スカート上げて。恥ずかしいよ、本当に今。恥ずかしいよ。ダンちゃんが間に合ったって、ありがとう、間に合ってくれて。さっきね、君の声のさ、会いたいよ。今歌ったとこだわ。会いたいのとこだけ。めっちゃ恥ずかしかった。もう今、顔が赤い。生さがランチ顔赤いだって。もう赤いよ。もう恥ずかしい。もうこの服暑い。シュガーさんに会いたいだって。もう会いたい。頑張りましたわ。あ、ダンちゃんとポンティさんが可愛いよ。食いましただって。ありがとう。俺も下間に行って。めっちゃ会いたいよ。めっちゃ会いたいって言った。皆さんがそこだけ聞いとって100回出るとどうかで100万再生いける。そこまで行ったら1000万回ぐらい行きましょ。めっちゃごめん、かわいいよ、食いました。ありがとう、ダンちゃんが。ダンですよ、久しぶり。覚えちゃうよ、ちゃんと。ありがとう。富士さんがエール送りました。ありがとうね。中井さんがマジ顔赤くね、わら。マジ顔赤かったわ。もう冷めたわ、多分。もう本当に恥ずかしかった。でも、だって最初の頃さ、なんか誰かがなんか歌ってよみたいな言ってさ、いや私は自信がないからみたいな、愛香ちゃんが歌ってくれるでしょみたいな言っちゃったのにさ、本当に歌った恥ずかしくて、本当に恥ずかしい。今桜だわ。あ、猫たんが送ってくれちゃう。ダイモの BGM 桜セレブレイト。そう、猫たんがエール送ります。ありがとうね。今の会いたいでもう出遅れたのに取り戻した。めっちゃ恥ずかしかった。本当に恥ずかしかったよ。みたいな、帰ったらアイスでも食べなって言ってわ。お、すごい、つくじゃん。お、間に合った。よっしゃー。何今の、超綺麗。桜満開だって。え、かわいい。あ、すぐ消えるんだ。さんがライブ視聴中をもう送りました。ありがとう。中井さんが今日のハイライト会いたい確定。ハイライトって何？ジュニアさんが熱々。あ、水餃子。お、熱々の水餃子で冷ませ。冷めんわ、やけどだぜ。やけどっつもんだぜ。まあみんな聞きな、聞きな。今桜だら。ちょっと13のさ、時を止まれにしよう。13の時を止まれにしよう。あ、メロディーにする？まあいいか。生尾さんがランチの会いたいは。何って読むこれ、しだか？しだか？会いたい、恥ずかしかった。ちゃんと紫のハートつけてくれてありがとう。私紫なんだわ、一応。あ、
ジュビリージュビリーっていうアイドルグループに所属してるランです。よろしくお願いします。あ、エールとシェアとフォローよかったらお願いします。また配信するからね。中井さんがハイライト一番の見どころ。あ、そうなんだ。会いたいじゃなくていいよ。恥ずかしいな。顔真っ赤じゃんか、その時。恥ずかしい。ケースとかメロディー、メロディーがいい、うん、これこれ東京都まで踊って。今私にやってくれる顔、ママがこんな顔やっちゃったわ今。恥ずかしい、私の親本当に。あ、思考、あ、思考だって。私しだかって言ったね、ごめん。あ、ヒョウガラさんが初見ですだって。ありがとうヒョウガラさん、こんにちは、久しぶり。こんばんはだね。もう山尾さんが今後の配信でも会いたい、お願いします。いや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 、そんな、そんな定期的になったら毎回顔が赤くなるわ本当に。毎回顔が、いやもうこれ全部手が溶けそしたら。あ、ニコさんかわいい、ありがとう。かわいいな、自分の言うなって話。フルさんがエールを送りました。アコロさんがエールを送りました。ありがとね。ジュニアさんが、いや、もう一回会いたいよ。ちょっとそれは厳しいね。もうそんな、一日二回なんて、そんなそんなことは、恥ずかしいこと。トライチさんが、ママひどいよ、わら。ひどいが、ひどいよ、ダメダメ。ダンちゃんが、会いたいです。会いたいね。会いたいね。ダンちゃん、広島だもんね。マカイさんが、ランチのママだもん。中身必要ね。うまい、嬉しくないことを言う。よかったんが、ママチャスの会いたいが聞きたい。そんなこと言ったらママが。だって、照れちゃう不幸で。ふわ。いつも言うに私。そんなんね。そんなんね。なんだっけ、言葉が出てこらんわ。なんかさ、なんかさ、全然さ、可愛くないのにさ、可愛いねとかさ、なんか全然上手じゃないのにさ、上手みたいなの、なんだっけ、なんだっけ、お世辞だよ。お世辞、お世辞。ママがいつもさ、そのさ、ファンの方とかにさ、可愛いとか美人とかさ、言われたみたいな、私に言ってくんの、満足げに。お世辞だわっつって言っちょはいつも。おぶっちょ、お世辞だでね。ナムオさんがフーさんの会いたいもお願いします。今度頼んでてあげるわ。ご家庭さんが吉本ライバー発掘キャンペーンをお送りしました。ありがとう。中井さん、会いたい、アンコールかかってないから、かかってないから。のりさんが可愛い送りました。ありがとう。シガーさんが、会いたい、また聞きたいね、またね、また。あ、かわいいチョコレートだ。会いたいは1日1回が限度。いや、1日1回もいけるかわからんよ、本当に。あげみ、さげみを開く、さげみ、はい、ライバーはプチさげみ座を獲得しました。何、プチさげみ座だか、かわいいな。フルさん、ありがとう。トシさんがモキモキだって、モキモキ。のりたんが、こんばんは、こんばんは、のりたん、イエイイエイイエイ。お世辞は言わない派です。おお、偉い、なっちゃん偉いな。
アクロンかわいいよ。政治じゃないや、かわいいよ。だってトドキさん、ありがとうね。あ、私のことじゃないね。あ、ママのこと、僕らの私のことだね。まあ、私のことでいいか。ちゆさんがおせち料理はまずくても美味しいって言わないといけないのがおせちの語源。へえ、そうなんだ。いや、嘘かい。もうなんだし、なんだし、いけんわ、この人すぐ嘘つくんけん。おせち料理は美味しいよ。あの、なんか魚の小魚のなんかごまみたいなやつは美味しくない。メロディーもランちゃんのボーカルが聴きどころです。そうなの？そうだった？本当に？これメロディーだな。これ私？私だわ。難しい。自分のとかだけちっちゃくしようかな。ランちゃんが純也さん、ほら怒られちゃうよ純也さん。ほらほらほら言われちゃうよ。もっと怒っていいよランちゃん。そうなん、怒っていいよ。いけませんよ純也さん。ほら、よいしょ、ちょっとお茶。ナモさんが歌ってもええやで。ちゃんと聞いちゃった今、私だったよ。ジュエさんがもっと怒ってだって。ほら、ランちゃん怒っていいと。私が怒れ、君はけしからない。けしからん、けしからないな。うん、ケスケさんが歌ってほしいだって。あ、次私だ。じゃあここだけ。そうね、静かに。ダメダメ、ここ。コンティさんがそれ落ちサビのランちゃんのところが聞きどころでしょ。落ちサビ、落ちサビどこだろう。落ちサビってでもさ、 B2 とかさ言われてもさ、よくわからんのだよね。中井さんが今度踏んであげてください。ジュニアさん、あ、私が踏むってこと？いいの？私が踏む？怖いこと。次何？次ムービング音だって。けしからんが標準語なのがツボ。けしからん、けしからんって標準語なんだ、あっちに。けいすけさんがここいいよね。いいよね、いいが。ボカンティさんがエール送りました。ありがとう。大阪だよな、ボカンティさんは。お元気、みんな元気にしてますか？元気？私も元気。いいね。いいね。みっかかさん、いいね。これ自分で打ってんのかな？いいね、ハート。猫さんがエール送りました。ありがとう。ポンティさんがライブで聞いてされるところって。あ、落ち。僕はんどこ？僕はんとこ落ちサビって。あーおー面白。これ一番新曲。このライブ配信をなんか戻らない。のりたんがこのライブ配信を Facebook でシェアしました、だって。ありがとう。 Facebook やってる？みんな見て。ポンチさんが CM ソング来た。あ、そうだったね。あ、そうだった、そうだった。 CM、 そうだ、電車だ。どこだったかの電車でなんか CM 放送されとるんだな。あ、あとさ、今日のさ2時
ちょっと待って、今調べて。今日の2時5分から2時20分に日本海テレビの音楽工場でジュビリージュビリー出演するけん見てね、みんな。音楽工場日本海テレビ夜中の2時5分、2時。トラチさんがここのダンス大変そうね、えぐい大変、めちゃくちゃ、これ本当に大変な。私さ一番体硬いしさ、あの二人はさなんかダンスとかさ習っちゃったけんさ、まだ全然さ動きがしなやかなんだけどさ、こっちと硬くて体が、でしかも覚えが悪いけんさ、あのねすごいね、もうみんなにご迷惑おかけしっぱなしでございまして、いつも申し訳ないですって感じ。猫たんが久しぶりの出雲弁に癒されてますだって、あらまあすみかねよかったわ。ふだちさんがおおだって、おお音楽工場、なっかしさんがこっちで見れんのか残念、あこっちで見れんのだ、日本海テレビだけん、日本海ってさ、日本海って日本の日本海いっちゃんだって、日本海ってそっちで見れんのだ、え日本海テレビって何、どこで放送されてんの、山陰だけなの、間違えた、あった、あ、恋の前習い、のりたんが東京じゃ見れんわだって、あらーそういう感じ、あらまあまたこっちに帰ってきた時に、うん、音楽道場楽しみです、音楽道場多かったんだけど、音楽道場見て、私が映っちゃうかもさん、なんちゃんが広島でも見れんよ、あ、そうなんだ、え、あ、そう日本海テレビだっけ、なんか日本ならどこでも見れるとか思っちゃった、あ、そうなんだ、戸田さんが山陰、うん、山陰だけ、あ、なくさんも山陰だけって言っちゃう、そうなの、いっちゃん夢中ってさ山陰だけ、いっちゃん夢中、本当に、え、そうなんだ、中央さんが大阪も見れんと、キリキリボーイさんが日本海、日本がなければ太平洋、へぇ、日本、どこと、ちょっと難しいよ、太平洋とか、私地理苦手だけんさちょっとわからんよ、ニッタコさんが徳島も見れんわ、ニッタコさんって徳島なの、徳島って下の方でしょ、香川の近くでしょ、徳島って出張よ、ウッキーさんがいっちゃん夢中ねえ、いっちゃん夢中って言うが、生尾さんが日本海テレビは島根鳥取しか見れんって、あらーのりたんがそげだと、あらまあ8時お勉強、ジュニアさんが夜名古でもテレビがないと見れんわ、ジュニアさんテレビ持っちょ、もっちょもっちょ、中井さんがナナスパが岡山でしか見れんのと一緒よ、なるほどね、ほうほうほう、お姉さんね美人だが、うん、中井さん、あ、香川県も見れるわ、へえ、香川県はあれ、うどんが美味しいとこだが、うどんがね、うどんだが、あ、みっつんがいつの深夜2時なのかな、今日です、すいませんね、そうだわね、今日のね2時5分から、今日のね2時5分から日本海テレビの音楽工場だよ、2時20分、15分間出るんかな、そんな出るんかな、そんな出らんの、多分その間のちょっとぐらい、いいね、エールありがとう、オカピーとオカタンとボカルテイさん、
中井さんがうどんとか言われると腹が鳴ります。おいしいが、あれはおいしいに、ね、私もお腹空いてきた。帰ったら白バラコーヒー牛乳飲むけん。たんちゃんが絵で送りました。ありがとう。猫たんを送ってくれてみんなありがとね。みっつんが録画授業完了しました。ありがとう。録画、一日も録画してあるんかな。一日はしてないんかな。はっ、どんでいった。何番がいい、みんな好きな番号言って流すきゃん。何番がいい？こんばんは。開けちゃった。やばい、CD デッキ開けちゃった。すいません。あ、冬さんの会いたい聞きたいって言っちゃったよ。なんでよ。冬さんの会いたい、誰かが聞きたいって言っちゃった。僕の手さんがこんばんはだって。こんばんは、大阪だでな。ちゃんとめっちゃ縮小しちゃうよ。縮小だって。ご飯まだ食べてないの。食べた。ハンバーガー食べてきた。ちょっと高いハンバーガー。ちょっと。髪の毛がどこ向く。いやー、もうみんな気にさんで、この羽は。コメントベイビーありがとう。からかわアナは美人で美し、優しそうよね。いや、優しい、めちゃくちゃ。お、そうじゃん、岡山引っ越したら日本海テレビ見れんね。あ、そういうことか。6番、6番、6番、よし、6番。はーい、もうちょっとしたら終わります。もう8時39分だって。みんな寝ないといけないからね。お休みの時間だら。ほら、冬さんは飲みたいだって。送っちゃう、冬さん笑っちゃうよ。ほら、冬さんの会いたい早だって。みんな退出しちゃう。みんな退出しちゃうだって。資産が、あ、かわいい。いや、さっきやったわ。メルクスさん、初心者です、送りました。こんにちは。メルクスさん、サインのアイドルグループのジュビリージュビリーのランです。よろしくお願いします。ジュビリージュビリーってアイドルグループのランです。3人組アルバム出しました、この間。ちょっと見ていってね。まだ寝ないだって。お、そう、まだ寝らんかい。ポンティさんが絵を送りました。のりたんが出雲弁聞けるのが嬉しいわ。あ、聞けるのが、まあそれって嬉しいものですわ。なんか人が冬の間行ったんで寝れません。じゃあ起きとこだって。さすが冬さん。ポンティさんがそこをなんとか、冬さんがダメだって。また来週、来週オープンします。ナモさんがおばちゃんになったの、自己紹介しよう。終わった。自己紹介、何の自己紹介。あ、出雲弁ヘビー級チャンピオン。あ、皆さん、出雲弁ヘビー級チャンピオン、顎のしゃくれがチャームポイントの高校3年生18歳のランチコトランです。よろしくお願いします。ドスマンさん、こんにちは、こんばんは。あの、3位のアイドルグループのジュビリージュビリーっていう所属してるランです。今日初配信なんだよね。ありがとう、来てくれて。シュガーさんが、ふーさんの会いたいよ。ふーさんが笑っちゃうよ。ほら、困らしちゃいけんよ。ポカンテイさんが絵で送りました。ありがとう。
ケイスケさんがパチパチ送りました。ありがとう。アコロンさんがブラボーを送りました。まあみんないろいろ送ってくださって、どうもどうもありがとうございます。あ、かわいい。よし。このタイミングで聞いたことないな。ないな。確かに。あ、ふう。あ、ジュビリージュビリーですって言えばよかったかな。まいか。トダチちゃんがふうだって。ありがとうございます。はい。ネタコさんがかわいいを送りました。ありがとうございます。ダンちゃんもエール送ってくださいまして。ドスマンさんが、あ、なんか宣伝してくださっちゃうわ。ありがとう。お優しいものでして。どうもどうも。ふいちゃんが推しメン最高だわ、だって。照れちゃうやね、そんな方言われると。ありがとう。あ、猫たんが出雲弁ヘビー級チャンピオン。顎のしゃくれがチャームポイント。高校3年生なんだよ。あ、なんかみんな宣伝してくれてる、ありがとう。フォローよろしくお願いします。そうなんだ、フォローよろしくお願いします。おー、よろしくお願いします。ミッキーさん、ボカンツーエールド送りました、ありがとう。今流れてるのオセロ、なんかジビリジビリのなんか一番最初の曲なんだって。なんだわね。はい。次はさ、2月10日19時からあいかちゃんめっちゃ呼んどる感満載なんだけど次はね、そう、もう呼んどる感満載でもいいけん言うけどさ、次さ、12月じゃなくて2月の10日19時からあいかちゃん配信するけん、この間1回目配信した女の子、あの歌が超うまい子、この子ほら、美人なら超歌うまいけん、多分歌ってくれるけん、私の配信はまたあの、私の配信はまた入れます、スケジュール入れるけん、ありがとうございました。トムツさんが呼んどるか満載だって、しょうがないじゃん、もうしょうがないよね、これ許そう、みんな許そう。ドスマンさんが元気しちょかね、もう元気満々満タンつうもんだ、満タン、やばいやばいやばい、起きちゃった、なんかあ、やばいやばい、なんか起きちゃった、大丈夫そう、かいかい、あ、そう、デビュー曲ってやつ、オセロまた配信楽しみにしとるよ、だって仲良しさんランチの配信待っとるよ、だってありがとう、みんな、みんな楽しかった、みんな楽しかったね、楽しかったかい、うん、あいちゃんめっちゃ歌ってくれたわ。でしょうね。申し訳ないね。まあいかちゃんもう歌が素晴らしいからね。アコロンさんがランちゃんかわいい。よし。あ、楽しかったってみんな。あ、待ってます、だってアコロンさんがありがとう。待っちょって。また配信するけん。妹さんが楽しかった。うわ、ボカッテさんが楽しかった。楽しかったよー。トダチさん、仲良さん楽しかったよ。あいた、お疲れ様だって。ありがとう。あ、ウッキーさん、スキピー、スキピー。ジェイさん、ランちゃんも早く次の間チャージしといてね。そうだね。あんなにね、顔が赤くならないように頑張ります。はい。終わり？はい、終わりたいと思います。みんな、はい。あ、じゃあ最後に本当に？いや、せっかくなんでじゃあこの今君の声が長い条件、このあ最後会いたいを言って締めます、締めます、はい、始めました、締めたいと思います。でももうちょっと待っておいてくださいね、あの今星空にって言ってますから、だからこれの私が会いたいって言ったら閉めます。
会いたいまでにコメントください。配信ありがとうございました。まだ終わんないからまだ退出しないで。あ、この歌の会いたいよ最後言ったら会いたいって言ってまたバイバー、会いたいでもう終わればいいか、会いたいって言ってもうキューキャン。いやまたさ、多分さ、いやまた多分顔が赤くなってさ、なんかもうヘノヘノになるけんさ、ちょっとどうやって終わろう。ちょっと待って、会いたいブチ。カメラ目線でお願いします。カメラどこ、これ4つだけど真ん中、ね、カメラ目線恥ずかしいって言ってた。踊ってます、今。中井さんがツンデレか、だってツンデレじゃないで。ナモさんが顔が赤くなってヘニョヘニョになってるとこも見たい。すぐヘニョヘニョになりきる、いやーって言って、どうしようマヤさんが会いたいって言って切るはなかなかおもろい。トナチさんが会いたいブチ。笑って一応、いやー恥ずかしいこと。じゃあ会いたいって言ってみんな今日はありがとうみたいな、とにかく言ったらキュキャン。もう早く来なと多分恥ずかしいことになるけん、もうちょっと、あ、カメラ目線でちょっとね、ちょ前髪直しとこ、今ノリみたいになっちゃうけん。なんか間違えちゃったみたい。ちょっとダンス間違えちゃったみたい、気にしないで。あ、来るよ来るよ、だって来るよ来るよ来るよ、今ボックス踏んでる。カメラ目線、会いたい。ジュンヤさん、カメラ目線したよ、頑張ったよ。もっと切なそうにしてよ。すいませんね、ちょっと次回もっと切なそうに、次回はレベルアップしたいと思います。はい、ありがとうございました。今日はじゃあまた次はアイカちゃんだからね、19日12日、あ、10日だわ、全然違った、10日の19時から次はあいかちゃんです。じゃあ皆さん今日は来てくれてありがとうございました。バイバイ、ありがとう、バイバイ、またねー。